俺さ、蔦吉の何なんだよ。なんでお前にそんなこと言わなきゃならねえんだよ。別に言わなくたっていいけどよ。そうだな。まあ、喧嘩相手ってとこかな。蔦吉もよ、そりゃ元は武家の娘で。けどな、蔦吉の実のお父っつぁんは無実の罪で腹切って死んだんだ。それを上達さんが引き取って育てたんだからな。武家は捨てたんだからな、蔦吉は。知ってるよ、そんなこと。今は深川のれっきとした町娘なんだから、分かってんのか。話はしまいか。じゃあな。おらよ、何なんだよ。この年まで独り身を通してきたんだ。なぜだか分かるか。モテすぎて女に目移りした。違う。俺にはよ、長年胸に秘めた人がいるわけで。ずーっとよ。分かるね。何が？俺が言いたいこと。そう。分かんねえのか。さっぱり。どういう。もういいよ。座敷出てるのか。綺麗なおべべ着て踊ってた方が気が紛れまして。うん、時々泣いてます。私には知り合いたくさんいますから、寂しい時はそういう人に会いますよ。そうだな。それにお前さんに密かに思いを寄せてる奴もいるからな。冗談ばっかり。笑ったな。笑ったら一安心だ。どうじゃな。あの、うん、私に思いを寄せてるって、それは Thank you.